はい、皆さんこんにちは、フラワーティス人です。今日はこちらの器に久々にね、皆さんにレッスンをしていきたいと思います。今日はね、ガーベラを入れたアレンジメントを作っていきたいと思います。結構豪華なアレンジメントに仕上げていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まず最初にこのシンピジウムを刺していきます。まずはなんかこうベース作りですね、まあ、ガーベラのアレンジメントを作るんですけど、少しこう豪華に仕上げたいので、ガーベラだけだとちょっとね、豪華さが足りなくなっちゃうんですよね。可愛いのはガーベラ可愛いんですけど、豪華さはないんですよね。なのでちょっと神秘で豪華さを出します。少しレザーリフファンでファンデーションワークをします。あ、今回ちょっとこう4種類のガーベラを用意してみました。これをね、まあ、どう配置していくかを今から考えます。まずはこのちょっと大きめの赤ですかね。とオレンジの渋めを入れましょう。ガーベラって言うともうひまわりみたいですよね。ほら、こんな大きい。ちょっと薄めのオレンジを入れてきます。ここで硫化デンドロを少し入れます。ここで少しこうカーネーションを入れます。複色のすごい綺麗なカーネーションです。で奥の方にこのリモニウムを少しだけ隠し味で入れます。そしてリキュー層を入れます。はい、こちらで完成です。正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ガーベラのね、ビタミンカラーのアレンジメントとなります。ビタミンカラーのアレンジメントを見て皆さん元気を出してください。今回はね、シンピジウムとか言ってちょっと豪華な感じも出してあります。豪華な感じも出してあります。はい、ではまたね、次回素敵なアレンジメント、または花束を皆さんにレッスンしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.